はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、腹筋してもお腹がへこまない、前ももストレッチしても反り腰が治らない、そういった方におすすめなメニューを紹介していきます。原因は、腸腰筋、別名心腹筋にあるんです。ここの筋肉は上半身と下半身をつなぐ唯一の筋肉なんですが、ここが同じ姿勢でいる時間が長い人ほど硬くなってます。後ほどチェックをしていきますが、ここの筋肉が硬くなるとどうなるのか。バランスが悪くなる。姿勢が悪くなる。反り腰になる。下腹がぽっこりする。お尻が垂れてくる。いいことが何にもないんです。綺麗に痩せるため、必ず伸ばさないといけない筋肉になってくるんです。今回は3種目。それでは紹介します。まずチェックです。まずは仰向けで寝ましょう。片足曲げて、膝を抱えます。膝胸につける感じです。この時に反対の足が膝曲がっちゃうよっていう方は完全に腸腰筋が硬いです。片側いけるけど片側は曲がっちゃう。これも要注意です。ちゃんと膝の裏が床にペタッとつく人はベリーグッドです。もう一つ、立ってみてもらって片足を抱えてください。軸足曲がっちゃうよって方はこれからのエクササイズを必ずやってください。もう反り腰です。伸びたままだよっていう人はグッド。曲がるよっていう方は下腹ぽっこりです。一緒に改善していきましょう。1種目目はレッグレイズなんです。レッグレイズは前側に力が入ったまま足の重さで引き伸ばされるので、これも腸腰筋が伸びるんです。基本的には股関節を前に出す、前ももとお腹が伸びるような動きで腸腰筋がストレッチされます。1種目目一緒にやっていきましょう。それぞれレベルがあると思いますから、3つ紹介します。まずは足を伸ばして腰つけてちょっと曲げる、伸ばすっていうことを繰り返して伸ばしていきます。次は片足ずつゆっくり伸ばします。もう一つは足を伸ばしたままゆっくり入れ替えて負荷を調整します。ここで一つポイント。アウターマッスルを使うとただの腹筋運動になります。これは腸腰筋、心腹筋を伸ばす運動にしますから、負荷は 40% ぐらいがいいと言われてます。そんなのわかんないよって方は、ちょっと力を抜く感じで、ゆっくりやっていくと、ちゃんとできてます。一緒にやりましょう。それでは、いきます。スタート。腰をね、ちゃんと床につけたままで、こういう感じで、伸ばしてください。足伸ばしたら体持ってかれるよっていう人は片足で負荷を調整です。すごいお腹に力入るよっていう人は力もう少し抜いてください。こういう感じでもいいです。腰をしっかり床につけて腹直筋ばかりに力が入らないように、あくまでも心腹筋のストレッチです。いろんなやり方に変えてもいいです。呼吸はね、止めないようにです。はい、 OK。 次は正座から足を開きます。つま先つけてこのままお腹を前に出して後ろにゆっくり倒れて、これ以上伸ばせれないよってところでお尻をつける。このまままた前に戻ったらお腹を出す。これで伸ばしていきます。ゆっくりいきましょう。スタート。もう痛いよーってなったらお尻を押す。また初めからです。こういう感じでしっかり伸ばされます。もしね、倒れるの怖いよって方はね、まあ、早めにこういう感じでね、戻ってもいいです。こういう感じで倒れるのも結構ね、怖いですから、そしたらもうこういう感じで戻ったら動くっていう感じです。もし前もも痛すぎるって方はちょっとね、カエル足に作ってくれるとちょっとやりやすいです。お尻つける、伸ばす。これでね、心腹筋、腸腰筋が伸ばされて反り腰、下腹が改善されます。はい、OK。 はい、今度はこういう感じでランジの体勢作ります。このまま上半身を前、後ろっていう感じで左右30秒ずつ動きます。ラストいきましょう。スタート。前に行った時に伸ばす、後ろに行った時にも伸ばす、こういう感じで伸ばしていきましょう。膝痛い人はね、柔らかいところの上でやってください。はい、反対です。しっかりね、胸を張って伸ばしてください。デスクワークの人とかはね、特に硬くなってます。これだけで腰痛の改善にもなってきます。少しです。はい、 OK。 お疲れ様でした。今の3種目、これが体の上半身と下半身をつなぐ大切な筋肉を伸ばす運動になります。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。